はい、続いてですねパイオニアのペダリングモニターで私がやっていることで見えてきたことをちょっと説明しましょう。これが表示部分ねで私はあの純正品でこうやってるんですけどで本体がこうあって。 ここのセンサーから送られてくる情報で一番私が注目していたのは各角度でどういうふうなペダリングが行われているかっていうのを私見たかったんだけどそれが見れてよかったなっていうのはあるんですけどねそれをねさらにサーバーにアップロードすると解析してくれるのねペダリングがどのくらいの効率なのかでペダリングがどういうふうに乱れてるかっていうのが解析してくれるんですけど私の場合はね右足の使い方が下手だっていうのがね あの如実に分かりました私ね左が利き手で利き足ってのも左足なんですよ。まあ、とにかく左側が私はあの力もあるしコントロールもできるんだけど右足の使い方が下手でそれを意識しながら ローラーラでこうペダリングの練習ししてても全然改善してこないんだよね。で最近ですねあの去年紹介した「ロードバイクスキルアップトレーニング」だったっけのあれの著者の,あの福田さんのなんだっけなバイクラかなんかの記事でね足を宙に浮かせてそれでこうひ膝をこうくるくる回すこう,こうくるくる回すね運動をやれっていうのを出てて。 あ、これは面白いなってこう自分でやってみたの。そうしたら左足は自由にこうクルクルクルってこう回せるんだよね。こうやってやってもこう逆回しにしてもスッスッとうまくできるの。ところが右足でそれをやろうとするとうまくいかないんだよね。ギクシャクギクシャクしてる。やっぱり私はね右の方をコントロールするのが下手なんだよね。だから多分右足の使い方を、えー、うまく なれば、ペダリング効率がおそらく十パーぐらいは上がっちゃう。片側が十パー上がるってことは、全体では五パー上がるってことだよ。そこをうまく修正というか。そこだけ重点的にトレーニングすると、私のパワーは簡単に五パー。そこだけで五パー上がるってことになるんだよな。だから、そういうことにこれ扱える。これは例えばの話ね。私の場合は。そういう点で役に立った。つまり、け欠点が見えたので。その欠点をどうにかしようよっていう。 あの自分の方向性をど,どうすべきかっていうのがこれで見えてきたんだよね。でそれからあの私の絶対的なパワーがいくつなのかとかそういうのを分かるあのよくねペダあのパワーメーター買う人が自分でパワーを測ってみて「あいくつ?」って数字が出たなで終わっちゃったりするんだよ。それはそれじゃダメなんだよ。 それじゃダメなんであのそれは意味がゼロではないんだけどもそれじゃダメでそこからどうするかをやらなきゃいけない。でそこからどうするかをやろうとすると途端にさハードルがガーンと上がるんだよね。でパワーを計測してそのパワー計測したものをどう生かして自分をより上に持っていくかっていうのは。 えとど,どうすればいいのかを考えなきゃいけなくってそれはなかなかどうして難しいです。で計測しただけじゃなくてそれを解析するソフトに解析してもらってそれを見ながらメニューを作ってをやっていかなきゃいけないんだよね。だからそそれこそ あのこういうのはコーチが言ってくれるといいと思うんですけどもでコーチはきっと、まあ、プロがいると思うんだよ。いると思うけどまあ一般的じゃないよね素人が素人っていうかなホビーレーサーが使う分には一般的じゃないし、うん、今後も一般的になりそうな雰囲気はまああんまりないよねそういうなんつうんだろう誰かわ分かってる人の教えを請うっていう文化が、うん、日本はあんまりないような気が すするんですよそっちのお金を払おうっていう気があんまりなくてあの新しい機材とか話題の機材にはお金を払うんだけど、えー、誰かに教えを請いにお金を払うっていうのはあんまり <laughs> ないんで今,今後もそっち方向は需要がないのかなって思うんですけど需要はなくてもそれを、えー、アプリとかでできるんだったらなんか皆さんやろうかなってことになっちゃうと思うんだよ。だから なんか自分でコーチングできますよっていう人はきっとアプリ開発かなんかやってそっちであのあとはイメージ戦略でいかにも効きますよっていう風にやってそれでアプリを広げるっていう風にやった方がよっぽど現実味があるような気がしますけどね <laughs> で。でまあ、私が気が気いたののそこねあのひひ右の 使い方が下手だとだからそこをなんとかしなきゃいけないとであとはですね、えー、トレーニングにも当然使えて、えー、トレーニングプログラムを自分で組み立ててそれで、えー、トレーニングするっていうこともできるんですけどもあのー、なんせね、えー、時間が 時間,が足んない時間が足んないとか言うと、うん、さぞかしすごいことを日々やってんのかいくらお前みたいなことになるけれどまあ実は大したことやってないんだけど、えー、もう自分とは55年も付き合ってるんで自分がどういう人間かは分かってるわけですよ。そうするとね割とこいつはね働き者じゃないんだよね。<laughs> 割と怠け者で、えー、週に1回はねこぼーっとしてる日がないとどうもダメな人間なんですよ。1ヶ月ぐらいいゴゴリゴリに働いちゃうと これは昔からなの,あの最初に DVD 作ったのがもう15年前だけど、えー、それから10年間ぐらいは結構必死に DVD 作ってたのねで DVD1 本作り終わると1か月ぐらいはこうボーと魂抜けちゃったみたいにボーッとしててでその1か月の間に1週間ぐらいはなんかとか南の島かなんか行って。 ダイビングとかやってたみたいな <laughs> そういうのを十何年間かやってたんだよね <laughs> そういうパターンの時もあったんだけど今も、えー、週に1回ぐらいは私ねぼーっとしてる日がないとどうも体がおかしくなる <laughs> という <laughs> 割と怠け者という <laughs>、うん、でそれをやらないと結局あのバランスが取れなくなっちゃうんで私にとってはそのぼーっとする日は必要な日なんですよ <laughs>。 と言い訳をする、うん、<laughs> 動画作れってか <laughs> もっともだな、うん、<laughs> えっとちょっと話を戻してだこれをさ実際走ってる時に 自分がどういうことをやってるかも当然記録してってるわけねで平地のところで平地でもスピード出るところとあと上ってる上りのところ下りのところで自分がどういうことをやってるかっていうのを後でじっくり観察があのできるわけですよ。そそううううするるとと、うん、かかか自分っってててこなななんだっていいののがあの見えてくるというのはあのなかなか いいですねでそ,そういうのっていうのは何、うん、だろうな今まではわかからなかったわけだよ何にもわからないままやってなんかただ一生懸命走ってたみたいなのから、えー、急にいきなり見えるようにされちゃって「いやん」みたいな「見えすぎちゃって困る」みたいな感じなんですけど。 でも見えてんのは自分だけだけかからまあいいいみたいなあのデータを公開しちゃってる人とかいるけれどさうんそまあまあそれは個人の自由だからなまあ好きにやってくれよ <laughs> でこれ。でこれを使いながらねローラー台も私やるんですけどローラー台でさっきの言ったあの。 ペダリングが綺麗にできているかどうかをほぼリアルタイムでこう見るっていうのがこうできているんですよ。でそうするとねポジションによってなんだろうペダリングが私ね結局こうブラケットを持った時に最もペダリングしやすいようにセッティングしてるんですけどもそれをやっちゃうとやっぱりこうバーの下を持った時にはややペダリング効率が落っこっちゃうのねで。ペダリング効率が落っこちるってはは要は えとパワーが落ちるか心拍が上がってっちゃうかみたいなことになっちゃうんですけどもうんだからそ,そこは何だろうな最適ポジションがまだできてないでうんみたいな感じなのねそれからあのパワーがパワーとかパワーの効率とかあとは。 えとどこでロスどあのペダリングのどこのところでロスが多くなってるかとかが見えてきちゃうんでシューズのセッティングもねこれ変わってきますねでこ,これ私が使っててなんか前高い金払った割にはよくねえなみたいなこと言ってたシューズを今でもこ使ってるんですけどね、えー、と今ねこっちにクリートのところにね これスペーサーサを今4ミリってことはこっちのが、えー、と左に足のが4ミリ上に上がってるのよでまあ言い方変えりゃこっちのが下に4ミリ下がってるとも言えるんだけどもそういう微調整をしたことによって自分のペダリングがどう変わるかっていうのも、えー、ペダリングモニターで見ることが、あのー、できますねであの。あとはクリート クリ,ートね、クリートの位置なんかをセッティングを変えると、えー、ペダリングがどう変わったかっていうのも見えてくるで今何だあのこうパワーメーター系っていうのはいろんなのがあって、えー、パイオニアっていうのは決してシェアが大きくないような気はするんですけれどうん何てだろう私はこれがベストだと思いますけどね <laughs> ベストだし値段が割と安いし十何万円で買えるから。 うんだって前メジャーだった SRM なんてあれいくらだっけ50万円ぐらいするんだっけそれから考えればこれはあの非常に安い,せいであの解析をやってくれるプログラムは無料ですしねうんだからそれを考えるとひあのコスパ半端ねえなとか思うんですけどね、うんまあ、なかなかあの普及はしないですよねで今度これパイオニアからシマのにあに移りました移りましたので。 島野さんがどういうふうにこれを使いこなしてくれるのかそこがまたお楽しみですね皆さんも是非どうぞおすすめです